ご覧ください。 9月の21日の水曜日、朝8時の時点、鹿児島市のあたりに上陸をしているかに見えるのが台風14号、南マドルの候補らしきと圧戦となります、えー。この時の中心付近の最大風速、強いところだと、紫のところですね、23メートル前後、中心気圧は984ヘクトパスカルとなっております。この進路予想を辿る理由なんですけれども、これはもう様々な要素が絡み合っているものの、 太平洋高気圧と移動性高気圧の張り出しにあります。偏西風の位置が若干この台風14号、何マドルの候補らしき等圧線よりも上に位置しているので、偏西風の流れに乗ることもできないと。 いうような、ウィンディーの GFS モードの表示になっております。気象庁の最新情報も見てまいります。まあ、全ての台風を見るとですね、大体進路予想は先ほど申し上げた通りの進路予想となっております。えー、台風12号、ムイファーですね。それから台風13号、マールボックの予報円。 日本列島から非常に遠い位置を北上した後、北北東の方角へ向かって駒を進めていきます。台風14号、南マドルの候補らしきと発生になるんですが、これがどのような動きを見せるのか、まだ熱帯低気圧の発生しか発表 発表されていませんが日本の南13時本日3時の実況では熱帯低気圧が発生してほとんど停滞していますそして14日の3時の予報ですねこちらの予報円明日3時には台風発生する予報が伝えられています台風12号ムイファーの進路予想図がこちらになるんですが世界各国7つの苦笑機関の比較予想図をご覧いただいてもわかる通りですね、えー、コンピュータのシミュレーの指名 ンーショ画像は日本列島から遠く離れた位置、えー、つまり中国大陸へ上陸してから北北西の方角へ進んでいく進路予想となっているのがお分かりいただけるでしょうか台風速報台風速報の時間がやってまいりましたご覧いただいているのはウィンディーの GFS モードなんですがあ早速最新情報をお伝えしてまいります、えー、まず画面下の部分ですね3つの等圧線が見えるのをご確認いただけるでしょうか一番左側 中心気圧70ヘクトパスカル周辺の最大風速、えー、高いところではあ20メートル台の数値を指し示している 台風12号、ムイファーの討伐線、えー。これは強い勢力に発達していることが気象庁の方から発表されているので、実際の数値はもっと高い最大風速になります。そして画面の一番右側ですね。えー、こちらの討伐線が12日の午前9時、昨日の午前9時にウエクト島付近海で発生した台風13号、マールボックの討伐線になります。そしてもう一個、こちらですね。 画面中央にあるこちらの弱い等圧線。中心気圧が1000ヘクトパスカル。えー、まだ周辺のですね、えー、最大風速も表示されない状態にあるこの弱い等圧線がすでに気象庁の方から熱帯低気圧 C として発生が発表されている台風14号、南マドルの候補らしき等圧線になります。こちらですね。こちらの予報円が熱帯低気圧 C になるんですけれども、こちらの予報円が ウィンディーで表示されているこの画面中央にある等圧線になります。それではこの3つの等圧線がどのような進路をたどっていく予想になるのかご覧いただきたいと思います。まずですね、台風12号、ムイファーですね。こちらは本日13日午前4時の実況では強い状態に発達しており、石垣島の北約90キロの東シナ海を北にゆっくりと北上していっております。え日本列 列島の本州へは近づいてこない進路予想になっているこの予報は昨日申し上げた通りですそしてもう一つすでに発生している台風13号マールボックの東圧線こちらは日本列島から遠く離れた位置をですね え、北北東の方角へ向かって進んでいくのが分かりいただけるでしょうか。中心気圧は966ヘクトパスカル。周辺の最大風速はですね、高いところだと30メートルを指し示しています。9月15日木曜日の 午後7時の予報です。台風12号ムイファーは中国大陸へ上陸をしています。上海の上のあたりから上陸をしたんですが、さて、この2つの台風はですね、先島諸島にお住まいの方は警戒を引き続き強めていただきたいんですが、ご覧ください。徐々,徐々にですね、成長、発達して色が濃くなってきました。等圧線の輪郭も非常に きりしてきてですね、中心気圧は983ヘクトパスカル、えー。周辺の最大風速、20メートル内の前半を指し示している、この等圧線。こちらが台風14号、南マドルの候補になり得る等圧線ということになります、えー。この2つの台風と違ってですね、日本列島の九州地方へ向かって えー、北上を続けけていいくのがかかりいただけるでしょうかこの進路予想をたどる理由なんですけれども、これはもう様々な要素が絡み合っているものの、太平洋高気圧と移動性高気圧の張り出しにあります。太平洋高気圧と移動性高気圧の張り出しが引いてしまっている状態で、日本列島の上空に気圧の谷ができているのがお分かりいただけるでしょうか。気圧の谷に向かって北上していくのが 台風14号、南マドルらしきと圧線になります、えー。この太平洋高気圧がもうちょっと日本列島の上空に張り出してくれていてですね、覆ってくれていれば、この熱帯低気圧の台風は高気圧の減りを沿って進む性質があるので、高気圧の中には入り込めないんですね。えー、ですからあ、この気圧の谷がなければ、 日本列島の上空を高気圧群が覆ってくれていれば日本列島へは近づいてこれないんですが残念なことに予報の上ではですね、日曜日9月の18日のお昼の時点では気圧の谷ができてしまっているのでそこをめがけて 台風14号、南マドルの候補らしきと圧戦が北上してくる進路予想となってしまっております。それでは拡大して見てまいりましょう。GFS モードではこの後どのような進路予想を辿るのかということなんですが、日本列島の九州地方へいよいよ近づいてくるのが18日からですね、9月の19日の月曜日にかけてがもっと とも最接近する予報となっております。中心気圧は970ヘクトパスカル。周辺の最大風速、高いところだともう28メートル、30メートルのところもあります。えー、この台風14号、高報らしき圧線、いよいよ九州地方にじりじりと近づいてくる進路予想を指し示しているんですが、非常に進み方はゆっくり ゆっくりととと進んでいるといいいいるう点にもご注意たただきたいと思います。これはですね、偏西風の流れに乗れないということを指し示してもいるんですが、太平洋高気圧がですね、完全に割れていないので、進みが遅いということも考えられます。九州地方に最接近しているこの時の太平洋高気圧及び移動性高気圧の状態、日本列島に の上空はほとんど気圧の谷ができてしまっているんですが、しかしながら緩やかにですね、え北海道とそれからこの朝鮮半島のあたりですね、えこのあたりはあ、この移動性高気圧の張り出しがですね、緩い状態で薄くかかっているんですね。 この状態が台風14号南バトル候補らしきと圧戦の進みを遅くしているという進路予想になってしまっているのがご確認いただけるでしょうか。それとですね、編成風の状態もちょっと見ていきたいんですが、上空1万メートル付近を吹いているのがこの編成風なんですが、ちょっとですね、北側にあるんですね。この一番色の濃い 肌色の部分、これが朝鮮半島、北朝鮮のあたりを流れてしまっているので、えー、もう少し南下して吹いていてくれれば、台風14号、南マドルの候補らしきと圧線はですね、偏、え、西、ー、風の流れに乗って、えー、もう少し速い移動スピードで、えー、さっさと退散してくれるんですが、偏西風の位置が若干 一旦この台風14号、南マドルの候補らしき等圧線よりも上に位置しているので、偏西風の流れに乗ることもできないというようなウィンディーの GFS モードの表示になっております。九州地方に上陸するのはいつなのかということなんですが、非常に遅いスピード、ゆっくりと北東方向に進んでいる台風14号、南マドルの候補らしき等圧線え、ここですね。 ご覧ください。9月の21日の水曜日、朝8時の時点、鹿児島市のあたりに上陸をしているかに見えるのが台風14号、南マドルの候補らしきと圧線となります、えー。この時の中心付近の最大風速、強いところだと紫のところですね、23メートル前後、中心気圧は984ヘクトパスカルとなっております。この地域のお住まいの方々はですね、十分に警戒を強めていただきたいと思います。 います。でこの後どのような動きをするのかということなんですが、えー、九州地方に上陸した後ですね、えー、ほとんど東の方角へ移動していく進路予想となっておりますそして一旦ですね、えー、この太平洋へ抜けていきますもうすでに衰退が始まっている状態ではあるのですが一番先の予報、えー、9月の22日木曜日の夜8時になるんですが えー、太平洋上に位置しているのが台風14号。南マ,マドルの候補らしき等圧線ということになります。えー、これがウィンディーの GFS モードの最新情報になります。えー、それでは次ですね。ECMWF モードでも見てまいりましょう。台風12号、ムイファー。えー、台風13号、マールボック。そして台風14号。 南マドルの候補らしき等圧線。この三つの等圧線があ、この太平洋上に並んでいます。えー、台風12号の進路予想はあ変わらず上海の方へ向かって、えー、上陸するルートをたどっています。そして片や台風13号、マールボックですね。えー、こちらは、日本列島から遠く離れた あ位置を北東の方角へ進んでいます。そして問題となるのが、こちら画面中央にある台風14号、ナンマドルの候補らしき等圧線。えー、こちらが、まずはあ北西北西の方角へ向かって進んでいっています。そして、えー、沖縄県の南西諸島のあたりですね。えー、奄美大島。 えー、それから沖縄本島のあたりに最接近するのが9月の17日土曜日のです、ね、午後5時の時点になりますこの時の中心付近の最大風速は高いところだと20メートル台の前半そして中心気圧は974ヘクトパスカルとなっております でこの後どど、どのような診療層を見せるのかということなんですけれども、 北上へ天候を始めた後ですね、九州地方にやはり接近していく診療層を叩き出しているのが、ヨーロッパ中期予報センターの区章モデルをベースとする ECMWF モードになります。そして九州地方へ上陸するのはですね、19日、そしてから20日ですね、20日の午後2時、えっ、ー、と20日の午前2時のあたり、20日の午前2時のあたりにですね、九州地方の 北部、九州地方の北部に上陸しているかに見えるのが台風14号、南マドルの候補らしき等圧線ということになります。中心気圧は970ヘクトパスカル、周辺の最大風速、高いところですと20メートル台の前半を指し示しているのがお分かりいただけるでしょうか。この後どのような進路層をたどるのかということなんですが、 九州地方から中国地方へ縦断していきます。この時もうすでに衰退は始まっているんですが、北陸地方の方へ抜けていき、日本海側へ一旦抜けますね。日本海側へ抜けるのが21日。そしてそのこの後再び東北地方へ上陸をしているかに見えます。21日ですね。 そして、えー、津軽海峡のあたりを抜けて、えー、北海道の南の海上、そ、それから、北方四島ですね。えー、北方四島のあたりを通過して、オホーツク海の南の海上ですね、北東方向へ進んでいくというような予報になっております。そしてもう一個気になるのがですね、えー、ECMWF モードでは台風14号、 南マドルらしき候補の等圧線が過ぎ去った後、台風15号、タラスの候補らしき等圧線もすでに日本列島の南の海上に発生しています。あくまでも予報レベルでの等圧線の発生ということなんですけれども、 この時の中心気圧は990ヘクトパスカル。周辺の最大風速18メートルを指し示しております。一番先の予報ですね。9月22日、木曜日の夜8時の予報ということになります。それではドイツ気象局、ダイチャ・ウェターディンツの気象モデルをベースするアイコンモードも見てまいります。3つの等圧線、台風12号、ムイファー、 そして台風13号、マールボック、さらには台風14号、ナンマドルの候補らしき等圧線、この3つの等圧線がどのような動きをするのか、5日間予報のアイコンモードでも見てまいりましょう。まあ、大体ですね、ECMWF モード及び GFS モードと同じ進路予想をたどっているのがお分かりいただけるでしょうか。 そして、えー、肝心要のですね、台風14号、何万ドルの候補らしき等圧線、17日土曜日の朝10時の予報になります、えー。台風の目の中心の位置が九州地方の鹿児島市のあたりに上陸しているかに見えるのがですね、17日の朝10時の時点の 予報ということになるんですが、この時の中心気圧は984ヘクトパスカル、周辺の最大風速、高いところですと25メートル、26メートルのところもあります。そしてこの後九州地方をほとんど北の方へ、えー、北上して、えー、縦断しながらですね、一番先の予報、9月の17日土曜日の夜9時の予報では 中国地方の山口県のあたりに再上陸している予報となっております。これがウィンディの3モードになります。気象庁の最新情報も見てまいります。す、ま、べ、あ、ての台風を見るとですね、大体進路予想は先ほど申し上げた通りの進路予想となっております。台風12号、ムイファーですね。それから台風13号、マールボックの予報円。 日本列島から非常に遠い位置を北上した後、北北東の方角へ向かって駒を進めていきます。台風14号、南マドルの候補らしきと発生になるんですが、これがどのような動きを見せるのか、まだ熱帯低気圧の発生しか発表されていませんが、日 日本の南13時本日3時の実況では熱帯低気圧が発生してほとんど停滞していますそして14日の3時の予報ですねこちらの予報円明日3時には台風発生する予報が伝えられていますそして15日の3時こちらの予報円16日の3時台風の状態を保,保ったまま17日それから18日ですね18日の3時の時点ではこちらの予報円になります この中心位置がですねやはりこの南西諸島の中央のあたりに来ているんですが中心付近の最大風速は25メートルとなっていますので勢力は強くない予報となっておりますこの予報円が大きくなっていくのは台風が成長発達して大きくなっているという意味ではなくて予報円を通る確率が70%なんですけれどもこの 進路予想のブレ幅が大きくなっていますよという意味ですので、誤解なさらないようにご注意ください。最大瞬間風速は35メートルの値が指し,示し指し示されているんですが、やはりですね、日本列島へ近づいてくるこの進路予想を気象庁の最新情報でも発表されているので、十分にご注意をいただきたいと思います。米軍の最新情報も見てまいります。 ジョイントタフワーニングセンターですね。GTWC。ABPW の文字の下に見えるのが日本列島です。この点線の枠内が北西太平洋ですね。台風、台風14ウエストー、ムイファ。それからこちら、トロピカルストーム15ウエスト、マールボック、台風13号ですね。 そしてこの92ウエスト、この赤い予報円、熱帯上乱の予報円が台風14号、南丸の何マドルの候補らしきとあっせとなります。イシュータイム、発行時間が12日の18000ですから、日本標準時に直すと13日の 本日午前3時の衛星画像ということになります。えー、それでは見て参りたいのはですね、まずこの気になる台風14号、南マドルの広報らしき、えー、この熱帯上乱の進路予想ですね、えー、熱帯低気圧、形成情報として発表されています。まあ、このような形です。硫、え、黄、ー、島の南の海上をゆっくりと進んでいく進路予想となっております。 そして、えー、台風12号、ムイファーですね、えー、先島諸島の北の場所に位置する台風12号の進路層、えー、ほとんど昨日お出しした動画と変わっていません、えー、中国の上海のあたりにギリギリ上陸してから中国大陸を北北西の方向へ進む進路層が示されています。そして台風 サンゴ、マールボックの進路予想図ですね。こちらが日本列島の北海道になるんですが、かなり遠く離れた位置をですね、北上した後、北東方向へ天候が行われていくので、えー 日本,日本列島本州への直接的な影響というのはほとんどないと見てよろしいんじゃないかなと思います。これは私自身の感想になります。トロピカルティビットのですね最新情報もご覧いただきたいと思います。画面中央や左に見えるのが日本列島なんですが、台風12号、ムイファ、台風13号、マールボック、そして 台風14号ナンバル、ナンマドルの候補らしき等圧線、中心気圧は999ヘクトパスカルとなっております。この3つの等圧線がどのような診療層をたどるのか見てまいりましょう。これはトロピカルテビットの GFS モードなんですが、やはりですね、この台風13号、そして台風14号、ナンマドル、 らしきと圧線が日本列島の九州地方へ上陸していく進路予想となってしまっています。そしてですね、この次、台風15号、タラスらしきと圧線もフィリピン海で発生した後、日本列島のですね、近畿地方のあたり上陸しているのがお分かりいただけるでしょうか。えー、現地時間で9月27日の朝9時の時点での 予報となります。日本列島の近畿地方のあたり、このあたりですね、中心気圧989ヘクトパスカルの状態で、えー、上陸している予報となっております。これがトロピカルテビットの最新情報になります、えー。つまりですね、台風14号の候補らしき等圧線が九州地方へ上陸。 そしてさらにはこの後発生する予報となっている台風15号らしき等圧線も日本列島へ上陸する最新情報となっている点に十分に警戒をしながらですね、最新情報をこまめにチェックしていただければと思います。それともう一つ、なぜ台風が、台風および 台風の卵である熱帯低気圧がこれほど頻繁に発生する予報となっているのかそのですね根拠もご説明したいと思いますがこちら気象庁の最新情報になります海面水温ですね9月11日ですからおとといの海面水温の実況図になるんですがこの日本列島の南の海上もうこれは連日お伝えしている通りですねフィリピンの 東の南シナ海とそれから東のフィリピン海ですね、真っ赤っかな30度の状態がまだまだ広い範囲で分布しているのがお分かりいただけるでしょうか。30度でなくても台風の発生条件の一つである26.5度以上のですね、27度、28度、29度の高い高温の海面水温を指し示しているこの海域が非常に広い範囲に分布しています。 これが台風発生の予報が頻繁に出されている一つのです、ね、理由になっているんですがそれでは予想図今後の海面水温の移り変わりも見てまいりましょう日本列島の,です、ね、この南の近海ですね10月の11日まで、えー、月間 間の1ヶ月間の海面水温の移り変わりの予想が表示されているんですが、なかなか海面水温が下がっていきません。確かに10月の11日、一番先の予報になると、海面水温は若干低くはなるんですけれども、しかしながらですね、9月中はしばらくは高い海面水温が維持され続ける予想を気象庁の最新情報が弾き出しております。 この高い海面水温だけではです、ね、台風が発生して成長、発達しないんですがしかしながらこの高い海面水温というのは台風が発生して成長、発達する一つの大きな要素となっておりますこの状態がです、ね、長く続く予報が出されているという点に十分な警戒をしていただきたいと思いますそれではまとめに入りますね えー、これで世界各国、気象機関の比較をしてきたわけなんですけれども、た、ま、い、あえー、ピたリと一致するという,いう方になりました。またですね、台風13号、南マドルの候補らしきと圧戦と台風14号、あ、台風14号、南マドルらしき、えー 候補の東圧線と台風15号タラスの候補らしき東圧線はですね不確定要素が強いんですけれどもしかしながら日本列島の本州へ近づいてくるというこの予報が出されていることは一つの目安として、えー、頭の片隅に置いといていただければと思います、えー、ただ確定ではないので今後コロ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 変わる可能性が十分に多幸ございます えですからあ今後の最新情報ですねこまめにチェックをしながらですね警戒を強めていただきたいと思いますすで、えー、に台風シーズンには突入している上にですねえね、ー、なおも海面水温が高い状態が維持され続けているということですね、えー、この点にご注意をいただきながら台風の今後の動向が心配で不安で夜も眠らない方以外もですねぜひチャンネル登録の方をしていただいて 台風に関する最新情報を最速で入手していただき防災に最大限にお役立てをいただければと思います。